ホテルはこの先だ。わかるだろ。ああ。じゃあ、明日8時に警察でな。じゃあ。おい、相棒、この近くにいい店がある。近づきの印に一杯どうだ。うん、いいよ。そうこなくちゃな。近くにアゲインって店がある。行こうぜ。事件の解決を祈って乾杯だ。飲むと疲れが吹っ飛ぶ。そうか。刑事になって何年になる？もうすぐ10年だ。おお、辞めようと思ったことは？まだない。ああ、俺は今年で6年目だ。仕事を変えたいと思う時もある。だがもうこれ以外の商売できなくなっちまったな。射撃は？普通だ。人を撃ったことあるか？ない。じゃあぶっ放すときは俺に任せろ。外したことないぜ。シカゴのダディハリーか。いや、そんな格好のいいもんじゃない。そうだな。言ってくれるよ。おい、おとり捜査の経験は？ない。そりゃそうだ。ど田舎じゃ無理な話だ。おとり捜査なんて必要ないだろう。ところでよ、女はどんなのが好みだ？金髪のグラマーがいる店があるんだけど、今から行ってみねえかい？どうだ、いいだろう。おい、もしかして女はダメなんじゃ？違う、そうじゃない。今夜は酒に付き合うだけだ。明日から捜査だ。遊びは事件を解決してから。説教されるのはごめんだぜ。結構いけるじゃねえか。酒に強いことだけが取り柄だ。ああ、じゃ、俺は帰る。なんだ、まだ飲んでないのも同然だ。そりゃないぞ、ハロルドさんよ。酒には自信があるんだろ。俺も飲むことにかけちゃ誰にも負けない。おい、勝負しようぜ。どっちが強いか。俺が負けたら捜査の頭あんたに任せてもいいんだぜ。大丈夫か？無理はするな。バカにするな。こんなもの飲んだうちにならない。本当に酔いたい時にだけ飲め。無駄な酒は飲むな。おい、なんだ？会社が女だと困ることが。なぜだ？捜査中に必ず会社の夢を見る。それも必ずその女に迫られる夢をな。そんなに困ってるのか？何で？女にだ。俺が？この俺がか？バカ言うな。そんなんじゃねえ。じゃあ女を。なんだ？撃ち殺したことでもあるのか？知り合いの刑事にそんな奴がいた。そいつは捜査中に誤って容疑者の女を撃ち殺し、それ以来女が絡む事件では必ずトラブルを。そいつはいつのことだ？3年前だ。前にいた麻薬捜査班で。なぜそんなことに？長年追ってた麻薬の密売ルートがあったんだ。俺は苦労して組織のアジトを突き止めた。あとは尻尾をつかむだけだった。その時、捜査班から婦人警官が一人組織に送り込まれた。おとりだよ。だからミイラ取りがミイラになっちまってな。婦人警官は組織の男に惚れて大量のコカインを持ったその男と一緒に逃亡しちまった。俺は二人を追跡した。二人を見つけた時、男が発砲して撃ち合いになってな。男は重傷で2日後に死んだ。女は？
頭をぶち抜かれ即死だ。お前の撃った弾か。帰るぜ。あんたのせいで悪用したよ。シンディ・ホワイト。ええ、キャサリンのいとこの。あなたがシカゴに来るのを待ってたわ。待っていた？そう。キャサリンの容疑を晴らしてくれる人が警察の捜査に加わってくれることを。君はキャサリンが殺されたと？もちろんよ。キャサリンがアンジーという高校生を殺すはずなどないわ。ハロルドさん、真犯人を見つけてくれるわね。どうかキャサリンの容疑を晴らして。もちろんだ。しかしなぜ俺がここにいると？リバティタウンのテイラー部長が連絡をくれたの。 JB がシカゴに行くから捜査に協力してくれってね。そうか。実はちょっと気になることがあるのよ。気になること？事件の前にキャサリンと食事をしたの。彼女と会ったのは半年ぶりだったけれど、なんだかおかしかったの。どういうことだ？いつもの彼女じゃなかったわ。顔色も悪いし食欲もなかった。何を話しても上の空で。それに、あ、ちょっと待って。今友達が来てるのよ。ねえ、よかったら明日にでも話の続きができないかしら。ゆっくり話したいわ。わかった。じゃあ明日の午後リバーノースの私のクリニックに来てくれるかしら。4時に待ってるわ。こんな言葉を知ってる？心の中に愛を持って思い出される限り決して死にはしない。ねえ JB、 もし私が死んでもあなたの心の中で生きていけるかしら。